いやーこれ見て、これ上から高花田、あけぼの大昇山この3人の力士が30年前の今日優勝争っとるね2敗と3敗でもつれとるねまだねこの頃は高花田はまだ貴乃花じゃないしあけのも横綱じゃなかったんよね一つの大きな時代の少し前ぐらいということで始まりました30年前の今日平成5年1月23日の新聞や出来事続いてはこちら。 伝説の勇者ダッガーンこれが30年前の今日放送終わっとるんよね。今 30, 30歳真ん中ぐらいの人は懐かしいのと思っとるんじゃないんかね。続いてはこちら、豊田康二さん。この方が30年前の今日亡くなられとるんよね。ということで以上、30年前の今日、平成5年1月23日の新聞や出来事でした。明日も見てね